どうもこんばんは、おはようございます、よろしくお願いします。10名さんいらっしゃい。ワード2、どうもどうも。11名さんいらっしゃい。楽しんでいってください。ワードです。あ、はい、ワード2、マチルダいらっしゃい。おい、ナカちゃんいらっしゃい。あ、ノンタンさ、悪いんだけど、グアバジュース取ってくんね。トミコーさんいらっしゃい。いらっしゃい、楽しんでて。金梅さんやってるな。なんで最近金梅さんイケメンサムネなのかよくわかんないけど。なんでイケメン風なんだろう。ありがとう。はい、こんばんは。まったりやりましょう、今日は。始まりましたね。始まったね。おいっす、はじめ。おいさんいらっしゃい。楽しんでいってください。あんたたち行くわよ、ケビ。こんばんは。おう、クワッドいらっしゃい。いらっしゃい。ちゃんこの配信面白い。誰それ。誰だろう、ちゃんこって。風邪治ったね、完全に。完全に咳も止まったし、治った。いい感じです。完全復活しました。ワドツ、久しぶりにお邪魔します。最近可愛い配信者にはまり込んでご無沙汰してました。すいません。ファン君いらっしゃいね。可愛い子いっぱいいるからね。なんかアイドルと違って身近にいる感じの、なんかクラスに一人ぐらいいそうな美人が いっぱいいるよね。親近感があるよね、生放送の可愛い子は。だから中毒性があるんだけど。でも生主やるような女の子は性格クソだから。最近あれから FC2 にハマってしまった。あー、宣伝しちゃったんだ。今日はやらないのかと思った。うーん、最近ちょっと疲れててね、今日やるかやらないか迷ったんだけど、仕事終わったらそのまま夕方帰ってきて、そのまま銭湯行って寝て、今起きた。ちゃんこじゃなくてちゃんこ。どう面白いの？どういう感じの面白い配信者？あれだな、マイク遠いと調子悪いな。この辺につけてないと。この辺でいっか。この辺の方がマイクの拾いがいい気がする。ネックレスにつけないと本当はいけないんだけどな。ピンマイクって難しいんだよね。音がどこが拾うか。のりこさんフォローしてもらいました。ありがとうございます。あ、のんたんフォローバックするよ、全然。のんたんはフォローバックしてくれるよ。のんたんのツイッター結構面白いから。俺もよく見るよ。何気に彼女の方がフォロワー倍近くいるからね。ツイッター1000人ぐらいいるからね。花火使ってしまった。おお、ナウシカいらっしゃい。何、お気に入りの生主見つけなお。古代さんいらっしゃい。ルームシェアの自宅を家でふわっち、ルームシェアの自宅を家でして、ふわっちのリスナーとかを頼りに日本横断。
なんかあれだよね、家で配信多いよね。家でつうか旅つうか、彼女見たいな。彼女は今日出るかな、どうだろう、わかんない。出るかね、3発。でもワドちゃん用はあるからね。ありがとう、楽しみにしとくわ。15万稼ぐまであと10万しかないから、もう半分切ったのに、もう7万円ぐらい稼いでないといけないのに、現在5万だからね、ちょっと頑張らないと月末ペース間に合わないぞこれ。旅に出れないよ。新しいフォロワーさん紹介します。クーさん、フォローありがとうございます。ファン君、花火ありがとう。よいしょ、1回、2回、3回。いやいやいや、俺は旅がやりたくて配信者をやってんだもん。4回5回。金杯25万とか言ってたぜ。あ、まあそれくらい稼いでるだろうね、余裕で。だって俺の何倍、110倍、20倍ぐらいアクティブあるわけだから、収入が20倍あっておかしくないでしょ。うん、金杯さん全然稼いでると思うよ、俺よりも。うん、リスナーの数がそのまま収入の数だと思った方がいいかもしれないよね。20倍だからね、うん、そう、20倍チャンスがあるってことだから。それは同時に旅に出ると彼女どうすんの。彼女は家でお留守番するよ。アンナさん、フォローありがとうございます。彼女はお留守番。金映え、ニコ生では稼げなかったから願ったり叶ったりだな。いや、稼いでたんじゃ、稼いではいないか。俺も大体お小遣いもらえるようになり始めたの2年半目ぐらいからだから、本当に稼げなかった最初の頃は。2年半ずっと無収入だったからね。意外と旅に出てからの方が稼げる気がする。あ、俺もそうだと思う。俺もそう思う。人も爆発的に増えると思うよ、旅始まったら。まあね、地道に行ったら、まあまあまあ、順調っちゃ順調だから、今のところ。あんまり焦ってはないかな。それよりも、なんか、こう、人を増やそうとか、売名しようとか、今考えてなくて、着々と自分の、こう、やりたい配信を積み上げていくっていう方が大事だと思ってる。俺は今。多分、その方がいいんだよ、今は。そういう時期に差し掛かってんのかな。今は名前を知ってもらうとかの方がいいけど、そうだね。うん。そう思う、俺も。半年ぐらいは、そういう感じでやっていった方がいいのかなって。まあ、思い切って旅に出るっていうのもあるけどね。賭けに出るっていうのもありだと思うけど。うん、はい、ワド2、そよ風ちゃんいらっしゃい。ワドのスタイルはまた特別な感じがする。いや、スタイルっていうか、まあ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 、スタイルか。なんだろうな。あんまりその配信っていう感じが面白くないから、リアリティを追求していきたいね。そうなんだよね。テント持って旅に出ようか、迷ってんだよね。ワンタロウの話聞いたらテント持って寝袋持ってやってるって言ってたけど、機材を増やすのはダサいなって思うんだよ。物が増えるっていうことはさ、それだけ負担がかかるっていうことだから、できれば俺は風天のトラスタイルでやりたいの。車トラジロースタイルで。バッグ1個持って、そのまま旅に出るっていう、あのスタイルがかっこいいんだよな。もともとある程度知名度はあるけど、前のイメージが悪いみたいだから。でも最近そんなことなくなってきたかなとは思うけどな。もともと悪いけど、だんだん良くなってきたね。
ぽーちゃんいらっしゃい。さとみの罰ゲームどうなりました？野鳥配信しないからわからん。ああ、俺も新野鳥と連絡取ってないからわかんないな。新野鳥の携帯番号も LINE も知らないんだよね。知らないからわかんない。今更 YouTuber になろうとしても配信者多すぎて稼ぐのはだいぶ厳しい。いや、結局人となりだと思うよ、俺は。なんか、数が増えて人気は人気かもしんないけど、結局面白いやつ。てか、インターネットってどういうことかっていうと、面白いやつを発見しやすくなっただけだから、つまらないやつはさ、伸びないんだよ。面白いやつはただ伸びるから。だから、面白いやつも3年ぐらいやってたら、普通に食えるようになると思うよ。その、トップ取ろうとかは難しいかもしれないけど。中身があるからリスナーからすれば毎日楽しい。個人的な意見。ありがとう。3万持ち逃げ。まあ俺の金じゃないからな。スポンサーが納得してたらそれでいいんじゃない？俺はそういうことやんないけど、信頼なくすから。次の仕事期待欲しいし。ノバッチいらっしゃい。ありがとう、来てくれて。楽しんでってね。一緒に青春しよう、俺と。雑談という名の青春を楽しもうぜ。 YouTuber はヘキトラハウスだけ。あ、なんか言ってたね、ヘキトラハウスっていうのが面白いって。俺は桐崎英二とか結構面白いなと思ったけど、ワンタロ伸びるかな？伸びないね。今のままじゃ伸びない。配信者としての意見を言わせてもらうなら、個人的に好きだけど、配信者としても、まあ面白いなって思うけど、伸びない。配信のノウハウがなさすぎる。まだ半年だから。切るべきところで切らない、引っ張る、ぐだるっていうのはなかったね。万太郎旅自宅してた。まあそろそろ旅出るだろうね。まだ伸びないっていうか、むしろ逆に言ったら伸びしろがあると思ってるかな。小手先のテクニックが足りない感じがした。ワンタロウに関しては。おー、リョンいらっしゃい。ハートありがとう。ハート二つありがとう。ナーナーはいらん。ナーナーっていうの誰だろうな。ナーナーっていうのはなんだかわかんないけど。ノリピーへ。あ、ノンタン、ノンタンに、ハートプレゼントありがとう。じゃあ、ノンタンに、ご飯ご馳走します。ありがとう。ワン太郎なぁ。まあまあまあ、なんか、まだ配信者って感じじゃないかな、俺からすると。ルーキーって感じだね。ヤクンいらっしゃい。ヨンヨンこんばんは。ヤクン風船ありがとう。大切に使うね。ありがとう。配信は難しいよ。配信は本当に難しい。旅の準備にいくらかける？いや、木の幹のまま。旅に準備したら旅行になると思ってるから。でしょ？旅に計画書とか準備とか始めたら旅行なんだよね、俺からすると。だから旅は、フラッとやるもんだと思ってる。しかしみんないろいろ考えてやってるよね。まあ、それはそうでしょ。考えてると思うよ。精神崩壊してた。マジで。あんなぐらいで精神崩壊してるんだったら生主向いてないからやめた方がいいよ。正直な意見としては。それがヘラリゲーじゃなくてガチで聞いてるんだったら、生主向いてないと思う。これは正直な意見。あんなんでヘラるんだったら、あそこで美味しいって、あそこでテンションが上がるやつじゃないと、この先はないと思ってるね。まあいいんじゃない？ 30 人ぐらいとかは人集めるんじゃないの？ゼリーさんいらっしゃい。まあだからね、大手になりたいか過疎でもいいのかっていうやり方があるわけじゃん。
ね、別にね、過疎でも配信者は配信者だから。スキルは上がるよね。そうそう。俺は、苦難に出会いたいんで。あ、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。あと9名で、ドメイン名変えられるので。愛さんいらっしゃい。釈迦はもういないの？いるよ、釈迦。ピッピピッピ振ってる。みんな YouTube チャンネル登録して、あと9名だから。よろしく。あと9名で独自ドメイン取れるから。YouTube のドメイン長いんだよね。今声聞こえましたね。うん、元気だよ、釈迦は。可愛いんだよ、釈迦は。万太郎は振り切れてないからな、昨日のことも後悔したやつ。そうだね、あいつが振り切れたら、まあ配信者として伸びると思ってるけど、うん、そこが魅力的かな。レントさんいらっしゃい、コメントありがとう。 YouTube のチャンネル登録したいんだがやり方わかんない、興味なかったからわからない、教えて。うん、あのね、まず Google アカウントっていうのを持ってるはずなんだけど、 Gmail とかあれ YouTube にそのまま使えるんですよ。Google と YouTube って同じアカウントで使えるから。で、下に俺の URL があるはずなの。下に YouTube って書いてあると、このページに飛びます、このページに飛ぶはずなんだよ。和道の異常なゼミナールっていうページに飛ぶから、そこにチャンネル登録ってあるから、これを押すと、俺の過去の動画が全部見れる。ニコ生から、ツイキャスから、YouTube から、誰？キューちゃんボクシとのコラボ、ロハコさんとのコラボ、ヒカルくんとのコラボとか全部見れる。浅井さんのコラボとかも全部見れる。だから、しかもこれ人気順に並んでるから、過去、俺の放送で盛り上がった回、あの放送とかは全部わかる。あ、彼女だよ。タバコの銘柄アメリカンスピリットだね。うん。そうそう。うん、よいしょ。とりあえず行けばわかるか。うん。俺、YouTube 踏んだらチャンネル登録って絶対出てくるから、それをクリックすれば、俺のチャンネルに登録してくれたってことになるから、うん、助かる。なに、フォローと一緒だね。ふわっちのフォローが YouTube のチャンネル登録。うん、ちょっと登録してきて。アメスピメンソルライトだね、俺は。おお、登録ありがとう。嬉しいわ。登録してみんな。おお、二人登録してくれた。ありがとう。コメントも書いてね。面白い動画あったらコメント欄にコメント書いてくれると、嬉しいです。俺の配信評価してくれ。お前友達でも何でもないじゃん、俺と。お前礼儀ないじゃん。礼儀ないやつ嫌いなんだよね。悪いけど。うん、お前配信者としてどうこうの前人間としてダメだから。俺別に、
お前で売名するつもりもないし、お前が人気があるかとか面白いとかつまんないとか、その前のタイミングで嫌いだわ。ゴルゴさんありがとう。だからパルパル、礼儀身につけてからここに来な。別にお前に媚び売るつもりないから俺。自分がやってることもっと考えな。レッツファイブさんこんばんは。いらっしゃい。ていうか、お前の配信知らないし、お前の配信見たことないし、お前の名前なんて聞いたことねえわ。明日休みじゃないよ。明日仕事だよ。明日祝日なの。うん。禁煙して長いけど見てると吸いたくなる。悪いね、うん。俺結構タバコうまそうにするねってよく言われるからな。タバコ好きだからね。トランプの孫娘が APPA やってたのはネットの凄さを思い知らされたな。おー。風船10個プレゼントありがとう、五体さん。新宿のバーはもうないですね。デラさん、コメントありがとう。もし面白かったらフォローしてください。もうやってないですね。潰れました。パルパルのくせにブロックさ、やがった。ブロックしやがった。あいつはダメだな。面白くない。全然人として魅力を感じない。マー君出てきた。マー君とは僕縁切ってるんで分かんないっすね。全然知らないっす。うなちゃんマンに礼儀なしで突言っただろう。棚にあげるのはバカじゃないの。お前何にも知らないで、そういう情報だけで鵜呑みしてんじゃないよ。経緯も何にも知らないじゃん。お前本当うざいからもう見なくていいよ、マジで。うん、そういうところが嫌われんだよ。うん、お前マジで見なくていいよ。気分悪いから。空気壊すのやめて。うざいから。迷惑だから。別にお前のために配信やってるわけじゃないから。こいつほんと嫌われてるだろうな、多分。初コメいらっしゃい。何回か見させてもらってました。ピッピッって落としてるのは何ですか？鳥ですね。文鳥って言って、スズメぐらいの大きさの小鳥ですね。見たい？文鳥のシャカちゃんですね。メスです。鳥飼ってるんですよ。連れてこようか。タバコの火いけそうだ。石野は今焼き鳥屋さんの店長を目指してるのかな。おい、彩香いらっしゃい。かわいいでしょ。 Google アカウント登録はガチで登録しなきゃダメなんか。いや、みんなあれだよ、ダミーっていうかステアカに使ってる人もいるし、本名でやってる人もいるね。うん、
仲いいね。下顔いで、うん、懐いてるよ。すごい頭いいんだよ鳥って。釈迦はみんな大好きだね。釈迦のファンがいるぐらいだからね、俺の放送は。和道も好きだけど、釈迦を見に来るっていう人もいるぐらい。そうそうそう、文鳥って言って。鳥はね、ペットとして最高だよ。本当にやばいよ。あの、寿命も何年ぐらいだ ?7 年か8年ぐらい生きるし、あの、うんちは臭くないし、餌代も500円とかだからね、月。うん、釈迦っていうのが、僕がまあ仏教が結構仏教オタクで、宗教は嫌いなんだけど仏教が面白いと思って、哲学者としてのブッダを尊敬してて、でブッダのことを釈迦って言うんだよ。釈迦と会話できるよ俺。釈迦と会話ができるっていうか、釈迦が何を言ってるか分かるって感じかな。釈迦の鳥言語が分かるようになった。まあほらペット飼ってると猫の鳴き声で何を伝えたいのか言ってるのか分かるじゃん。飼い主、犬もわかるでしょ。それと同じように鳥言語がわかるから、野生の鳥でもなんとなく、あ、今何を言い合ってるなっていうのが。お釈迦様から来てるね。カタカナで釈迦だね。釈尊だよ、釈尊。まあそういう感じかな、うん、おーよ、チャンネル登録ありがとう。YouTube のチャンネル登録してくれた人ありがとう。あと7名。あと7名で100人だね。でも、鳥ってその辺にクソしませんか?ふんする。しゃ、だから鳥のデメリットはそこ。外に放してる間は10分に1回、そう、体を軽量化するために10分に1回ふんするから。で、鳥のふんっておしっことうんちってなくて、両方とも混ざって出すの。だけどね、あの、ベジタリアンだから、お米とか、あの、冷え、泡、麦、米とかの穀物を食べるの。だから臭くない。全く臭くない。袋はね、高いんですよ。あの袋多分40万から60万ぐらいするし、月の餌代が2、3万かかるのね。俺も袋を買いたくて調べたんだけど、飲んだら釈迦大丈夫?そっち行ったけど。潰さない?遊んでる?ありがとう。うん、だから便所太郎さんのと、あの鳥は、フクロウは特にあの幸せを招く鳥って言って、あの殿様とかがあの飼うような鳥だからね。お金がかかるセレブなね鳥なんですよ。あのフクロウ6万なんだ、安いね。フクロウはいいんだよ、めちゃめちゃ賢いし。ただ餌代がすごいかかるね。あのネズミの肉あげないといけないから、冷蔵庫にネズミのね死体を入れとかないといけない。そうだね、彼女に見てもらうね。フクロウって結構高いよ。2年後は大手配信者のリスナー10万人以上とかになってんだろうな。どうだろうね。あんまりね、なんかそのやっぱ浮き沈みあるっていうのは俺がよくわかってるわけよ。配信って人が欲しいと思ってもそんないつくもんじゃないし、どちらかっていうと日々の行いが積み重なって大手になったりとかするような感じだから、なんだろう、自分磨きなんだよ。キャラクター磨きでもあるし、自分磨きっていうか、だからね、あの一概に言えないよ。その手に入れたくても手に入るもんじゃないし、ただもちろんずっと上は目指していかないといけないけど、その人の心をつかむ能力みたいなものを手に入れないとね。もちろん僕ですね、もちろん僕です。でも最近仲良くなったけどね。最初人見知りしてたけど、もう彼女がずっと部屋で遊んでるから、彼女とも仲良くなって、彼女が動物好きだからさ。黒雪可愛いよね。僕はお酒は飲まないですね。もう1ヶ月ぐらい前かな、お酒やめましたね。お酒を飲んでもいいことが一つもないっていうことに気がついた。鳥はすごいよ、焼き餅は半端じゃなく焼くよ。もともとほら群れをなす動物だから、その順位とかがすごい厳しいのよ。だから新参者とかにすごい冷たくしたりとか、あの鳥は焼き餅はすごい焼くよ。スマートフォンに焼くぐらいだから。
俺がスマホいじってるとスマホに攻撃するの、うん、私の方がって。要はこうやって手で触ってじゃれるわけじゃん、撫でたりして。だからスマホをいじってるとスマホを可愛がってるように見えるんだよ、動物は。だからスマホに焼きもち焼くんだよ。ほんとやってみようか、スマホに攻撃するよ。いや今日みどりさん見たけど、うん、ニコ生あれだな、久々に見ると全然面白くなかったわ。禁煙はする気ないけどね。じゃあスマホこうやっていじっててみようか、見ててよ。普段こうやってプライベートでこうやっていじってるな。ちょっとあのあれだよ、サボってる、配信サボるわけじゃなくて釈迦を嫉妬させるね。そうするとすぐ来るから、何よ何よって、うん、楽しいなぁ。スマホ最高だわ。スマートフォンだなぁ、やっぱ、うん。あ、どっか行っちゃったよ。スマホいいわ。やっぱスマホだわ。全然来ないな、今日。全然来ないわ、うん。ダメだ。こういう時に限って来ないね。うん、来ないね。おいで、シャカシャカシャカ、おいでシャカ、まあもうニコ生見なくてもね、かわいいよね。まあ、空気読んでんのかな。トイプードルもちょっとすごい。かわいいよね、トイプー、うん。今ね、多分久々のね、一日一回のね、外出る時間だからね、今テンション上がってんのと思う。そのうちまったりしだすよ、飽きて。癒されるよ。こんな小さいさ、25g の体で、一生懸命生きてるんだよ。あったかいんだよ、手のひらの中で。びっくりする、命ってすごいなって、25g で感情とかいろいろあるんだよ。飛んだり餌食べたり、すごいよ。あのね、鳥ってね、あの文鳥の場合は5歳ぐらいの知能があるの、人間でいうところの。ただ人間と違うのは感情が2歳ぐらいの。だから泣いたりわめいたり、頭は5歳ぐらいの脳みそ持ってんだけど、あの感情の起伏がすごい激しいの、2歳ぐらいだから。キットさんこんばんは。だからあれですよ、大変ですよ。頭は賢いんだけどヒステリックっていうか、甘えたり懐いたり怒ったり、すごい感情が激しい。彼女いるよ、うん、うん、彼女今、ふわっちの配信者っておよそ何人ぐらいいるのかな。うん、俺の目算だと1000人かな。うん、超仮想配信者も合わせて、多分1000、1500とかそんくらいがアクティブで。がっつりやってんのは100人ぐらいじゃないの、常時。うちは、カニンヘンダックス2と言います。焼き餅焼きます。スマートフォン触ってたらめっちゃ焼き餅焼く。スマホがやっぱペットは敵なんだね。1000人はだいぶ少ない。いや、立ち上げのサイトで後発組で頑張ってる方だと思うけど。綺麗だね、シャカ、うん、のんたんが呼んでるよ。こんばんは、マリアさんいらっしゃい。ふっさふさだ、シャカ。ふっさふさだね。いいね。うん。シャカ、シャカこっち。こっち。こっちは。シャカ。シャカ。こっちは。のんたんの方気になってるみたいよ。和道さん顔幸せオーラ。鳥の首かしげる。これはね、音を聞くためにね、音をいろんな方向から取るためにこうやってかしげる。いや、音をね、聞いてるときにこうやってかしげてるときだね。今チャンネル登録したんだが、認識コードは、
遅れて届くのか。なんだろう、認識コードっていうのは。ちょっとわかんないな、認識コードがどういうのか。ありがとう、ナウシカ。YouTube チャンネル登録ぜひ皆さんよろしくお願いします。認識コード。認識コードはどうなんだろう、多分使ってるうちにどうのこうのって言われると思うけど。嫌みたい。こっち側がいいみたい。鳥はね、すごい臆病だからやっぱ。あの、食物連鎖のね。お、登録できた。ありがとう。釈迦はいくら、え？喋らないの？釈迦は喋るよ。ピー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 言ってるじゃん。だから大体ご飯が欲しいと、ご飯が欲しい時と、あと、遊んでよ、外に出してよっていう時と、甘えてる時、なんか、キュンキュン甘えてる時と、これ怒ってる時だね、今。ちょっと怒ってる時で、ちょっと、おこだね、言いました。で、これは、楽しい楽しいで、あとは、心配な時にも声出すね。これはテンション上がって、楽しいよっていう感じだね。嫌いなふわっちの配信者いる？俺は別に特に配信者で好きも嫌いもあんまないかな。うん。てかあんまり、そうだね、がっつり人の配信見る感じではないから。うん。あと6人かな。あと何人だ？ YouTube100 人まで。ちょっと見てみるね。まあ、登録してもすぐに反映されるわけじゃないから、あと7人って書いてあるね。チャンネル登録あと7人だって。100人まで。痛い痛い痛い。怒ってる怒ってる。クックックってこれ。怒ってる時。サカちゃんは卵を産みますか？女の子だから産むよ、発情したら。だから産ませないようにしないといけないの。大変なんだよ。2回ぐらい俺に発情しちゃったから。飼い主にも発情しちゃうのよ。あんまり可愛がりすぎてもダメなの、メスは。キノさんいらっしゃい。フォローしててね。面白かったら。コメントありがとう。これ甘えてるとき。動かなくなったでしょ。甘えてる声だ、そうか。かわいいね。さか。好きな配信者はそうだな。誰だろう。釈迦が泣かないね。甘えてるね。金梅も東京、あ、そうだね。地方の配信者だったのにね。もうすっかり東京の配信者になったね。うん。もふもふだね。あ、もふもふだね。いいよ。ね。綺麗になった。うん。ありがとうっていう意味、今は。今のピはありがとう。うん。閲覧90。うん、まあまあ。30分ぐらいやってればね、100人いかないぐらい。今日少ないかな、若干。なんか慣れ合いが多くてわからん。卵産むよ。小指の先ぐらいの大きさ。小指の第一関節ぐらい。これくらいの卵なんだ。ただ、卵詰まりって言って、メスの命を落とすのが、ほとんどが卵詰まりなのね。そう。だから、出産命がけだから、卵を作らないように作らないように。でも、うんこしまくってるよ、さっきから。そうだね。愛知の頃の金梅が良かったね。カメラに乗らないでください。釈迦さん、カメラに乗らないでください。7年生きてんだ、すごいね。長生きだね、カルパッチョ。
俺の白文鳥だけど、何文鳥飼ってんの？何文鳥？文鳥種類あるんだよ。カラーリングがあるの。ツートンカラーがね、普通の文鳥だね。かわいいよね、文鳥ね。毛の生え変わりは年に一回ありますね。もうボロボロになって。女の子のね、火みたいになってね、イラ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 するよ。イラ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 。もうなんか飛べなくてイライラしてる。かゆいし。桜文鳥だ、いいね。桜文鳥かわいいね。シャカ、おいで。シャカ。シャカ。知らない。わかんない。シャカ。カラーリングっていうか、本来のその種類の色があって、クリーム色とかシルバー色とか白黒のツートンカラーとかがあって、これは日本で品種改良された真っ白なやつだ。これは実は、突然変異の白文鳥は日本でしか手に入らない、海外に人気あるんだよ。真っ白のこの鳥は。もともと東南アジアとかの方の鳥だから。江戸時代に日本に入ってきたのかな？もう江戸時代からずっと日本に親しまれてる鳥。最近人気ないけどね、文鳥。すごい可愛いよ、ほら。この可愛さやばいでしょ？ベタベタに懐くかもね。スズメも頭いいよ。知り合いがスズメ飼ってたの見たことあるけど、すごい頭良かったよ。釈迦と同じぐらい頭いいんで。綺麗だよね。真っ白。ちょっとね、灰色残ってたんだけどね、ヒナの頃は。ヒナの頃は、背中の方が灰色だったんだけど、もしかしたらこれ残っちゃうかもって言われたけど、残らなかったね。いやー、もう大変だったよ。最初の半年は喧嘩だし、本気で噛んでくるから痛いし、もう、これだけ仲良く、俺は、文鳥飼ってる人から見ると、すごい釈迦は頭いいし、すごい和道と懐いてるって、オスの方が懐きやすいのね。だけど、メスなのにすごいよってみんな言う。文鳥飼ってる人は。よく、コミュニケーション取ってるのが伝わるって。もう大変だったよ、懐くまで。だって、もう、1ヶ月間ぐらい手のひらで寝かせてたんだもん。くちばしが綺麗。なんでそんな色？これは、くちばしは爪の色と一緒で、中にある毛細血管の色。血液の色よ。ピンクになる。で、オスの方がね、ちょっと真っ赤になる感じだね。うん。和道さんのこと親と思ってる。いや、恋人だね。俺に発情してるから。2回ぐらい卵を産みそうになって。お尻プルプルプルって震わせんの。交尾の合図。プルプルプルってお尻震わせて、キュッ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 って言って。うん、入れて入れてってやるの。大変でしたよ。完全に俺のことをダーリンだと思ってる。本当に本当に。だってね、釈迦はね、他の鳥を知らないわけだからね。俺しか友達いないわけだから。恋愛するとしたら俺としかありえないからね。釈迦ちゃん、彼女には発情しないの？彼女にはしないけど、メスの飼い主がちゃんとその飼い、パートナーあったら発情するみたいだよ。するみたい。釈迦おいで。今日は飛ぶね、よく。普段より今日よく飛ぶね。ね。ね、珍しい。飛ばないんだよ、この子。
見分けてるんじゃなくてね、なんかその、要は、俺と長いから、彼女、ほら、付き合ってから1ヶ月間ぐらいだから。うん。だからまあ、時間がね、俺と過ごしてる時間の方が、釈迦は長いから。ただそれだけだと思う。ただ彼女はすごい仲良くなったね、早く。ずっと可愛がってくれてるから。こんなに懐くと思わなかったもん。だから多分見えないところで世話してくれてるんだよ、ずっと。それがわかる。はい、こんばんは。デメキンさんいらっしゃい。おいで、シャカ。シャカ、シャカ。シャカ、おいで。シャカ。シャカ。シャカ。おいで。こっちは。こっちはシャカ。シャカ。おいで、シャカ。ディープキス気持ち悪かったです。あ、どうも。皆さんいらっしゃい。ゴルゴさん。よかったね。釈迦おいで。釈迦。お、上に行くか。上に行くな。上に行きたがってるから。お、なになに。あ、文鳥。見て。鳥ですね。今、鳥の釈迦ちゃんと遊んでた。100名さんいらっしゃい。なんか鳥の鳴き声がするから鳥飼ってるのって言われて、あ、飼ってるよっつって、見たい見たいってみんなが言って、いいよって。おい、のんたんと遊んできなよ。かわいいでしょ、おねおさん。どうよ、すごい可愛いでしょ。綺麗でしょ。さか、のんたんが遊びたいって。鳥かわいいな。けど私猫飼ってるから無理だ。見て癒されよう。そうだね。にゃんこも俺も大好きだから。ちょっと相性悪いかな。猫とは。こっちがいいんだ。脱走はしないかな。インドア派かな。釈迦は。インドア派ですね。っていうか、なんかベタベタだからもう。自分のこと人間だと思ってんだよね。ああ、そういうの良くないよな、なんかな。ああ、でもまあ、だから生き物飼ってると色々考えさせられるよね。ハムスターを餌にすんの。まあ、ネズミ食うかんな。ネズミが主食だかんな。フクロウは。残酷だよな、食物連鎖って。まあ、人間も牛とか豚とか食ってるわけだもんな。何とも言えないところだね。それを配信に載せるのはどうかと思うけど、配信だったらネタっぽくなるよね。なんか本当に好きで飼ってんのみたいな。おもちゃじゃねえんだぞみたいな。多分便所さんのフクロウと釈迦が一緒にいたら釈迦食われちゃうからね。繁殖させて生きたまま食わせる。ああ、まあ、ネズミはね、増えるからね。うん。新しいフォロワーさん紹介します。キノさんフォローありがとう。アンナさんフォローありがとう。難しいところだよね。
釈迦そろそろカゴ戻るか。痛い痛い痛い。痛いよ。ねえ、すぐ怒るでしょ。うん、吉田正也に似てる。わかんないな。誰だろう。激おこだよ、釈迦。釈迦。なんでおこなの。カゴ入る。カゴ入れてくるわ。ツンデレだよ。いや、なんで怒んのよ。なんで怒んの。なんで怒ん、なんで怒んないで。太ったんだよ。75キロだよ。食べてない。出せ出せ。牢屋から出せ。まだ遊び足んなかったみたいな。まんまるだよね。人生で今一番太ってる。まだ外にいたいんだけど、後で遊んであげる。おー、ブルさんいらっしゃい。ブルさんなんでサムネコロコロ変えんの。ブルさん別にかっこいいんだからさ、ガタイ良くて男らしいんだから、あのサムネでいいと思うけどね。なんかブルさんめっちゃサムネ変えるよね。サムネをコロコロ変えるやつはメンヘラだってうなちゃんマンが言ってたよ。本当かどうかわかんないけど。おー、あと6人、あと6人だ。 YouTube の登録100人まであと6人。彼女いるよ、後ろにいる今。眠い？眠い？うん、ありがとう、あやか。あやか。ありがとう。お香でも炊こうか。ヒーリング。お香炊きます。いい匂い。元に戻すの忘れてた。彼女、お人形さんみたいだよ。かわいいよ。おしゃれっていうかね、香りがいいんですよ。YouTube 始めた頃から。いや、多分ね、もうそのアカウントない。今新しいアカウントになってるから、再登録してほしいかもしんない。浩平さん。新しいアカウントになってるよ、もう。1000人登録してたの潰しちゃった。彼女は名前とか秘密なんですか？もともとリスナーさんだもん。普通にコメント打ってるよ。のりこ P っていう人。ツイッターもやってるし。のりこ P ですね。今、P ないの？のりこだけ？うん、のりこ。うん。新しいのもしてくれてんだ。ありがとう。そうそう、のりこのりこ。みんなのんたんのんたんって言ってるね。もともと、のんたんっていう固定班だったんだけどね。怪しい？何が？俺も旅に出たいな。あれじゃん？近くに行った時一緒に同行すればいいんじゃん。ゴルゴさんの地元にも必ず行くから、ワード、一週間だけついてくわ、とか、ありだよ、全然。
それ面白くない？なんか、旅は道連れって言うじゃん。ついてって一緒にやればいいじゃん。それ面白いじゃん。で、途中で別れたりとか、俺向こう行くわとか、俺じゃあ向こうだからみたいな。それでいいと思うよ。うん。髪伸びたんだよね。そうなんだよね。俺、のんけだよ。髪伸びたね。髭伸びたね。そろそろ切らないとなと思ってる。ヒッチハイクして軽トラの荷台に乗りたい。ああ、いいね。でも日本のね、日本の車だと難しいのかな。法律的に。どうなんだろうね。海外とかだとよくやってるもんね。猿岩石とかやってたもんね。あれいいよね。トランプの孫娘めっちゃ可愛いな。やば。美人だな。高速インターの近くに住んでた時、いつもヒッチハイカーがいた。メッカなんだもんね、高速は。でもヒッチハイクっていうか、リスナーさんにどこまで送るよみたいな感じが一番ありがたいし面白いかなと思うんだよね。ここ面白いよ、このスポット、地元のスポットだよとか、そういう感じがいいと思う俺は。リスナーさんと出会いながらやりたいね。女の人は危険だからね。男は襲われることがまずないからね。女の人は襲われちゃうからね。ロハコさん、ロハコさんは若い男しか襲わないもん。襲うっつっても体力はないからな。たぶらかそうとするって感じだ。あれ金持ってたら最悪だぜ。金持ってたら男買い漁るよ絶対。ロハコさん金持ってなくて正解だよ。本当に若い男大好きだからね。本当に大好き。こってこてのゲイだからね。あんなにゲイな人初めて見たよ俺。本当にね、ああ中身女なんだなって思うよ。中身女の子なんだよ。まあ、ただのスケベジジイっつってもいいかもしれないけど。あれはもう変態だね。性癖は治んないからね。でも男のチンコしゃぶりたいとかないけどな。なんだろう。なんだろうな。なんなんだろうな。ニューハーフは恋愛対象に入る。入らないかな。入らないね。恋愛対象っていうか、多分勃起しないと思うよ。やっぱ体の作りが男だからね。まあ、それはしょうがないじゃん。
まあでも、世界中にいる10分の1はセクシャルマイノリティだからね。ゲイとかレズとか、うん、バイとかだからね。10人に1人はバイって考えるとすごいよね。うん。10人に1人はバイって考えるとすごいよ。うん。はい、ワード2、ルナいらっしゃい。楽しんでって。女性結構多いな、ふわっち。女性多いね、結構。初見さんいらっしゃい。深夜女信者さん、楽しんでってください。もし面白かったらフォローしてね。おい、ワード2。私、両党だよ。かな。あ、そうなんだ。両党なんだ。へぇ、まあ、別に偏見はないけど、俺自身が、なんかそういう毛がないっつうか、ゲイ毛がないっていうか。深夜著信者さん、フォローありがとうございます。ありがとうございます。中学の時、ホモがいた。はい、ワード2。ナオさんいらっしゃい。あ、でもね、まあ、バイの女の子とセックスしたことはあるけど、なんだろうね。別に普通だけど。バイの女の子とセックスしたことあるけど。どっちもいけるんだ。でもほら、なんか猫とかタッチとか、なんかいろいろあるじゃん。その辺がね、わかんないんだよね。ニコ生やめたよ、完全に。俺はもう完全にフワッチ一本ですね。キャスもたまにやるけど、もう完全メインはフワッチ。だからまあ、俺の放送追っかけてくれる人はみんなこっち側フォローしてもらってるかな、今は。うん。ずーっとこっちでやってる。ニコ生やってないよ、全然。最近。コミュね、彼女が爆破しちゃったんだよ。彼女が俺のパソコン勝手にいじって爆破しちゃったんだよね。まあでも、そのおかげでね、ふわっち来れたからいいかなと思ったよ。こっちじゃ稼げてるから。まあ全然ありだなと思ってるけど。あ、もう次やったら許さないかな、うん、右に映ってる絵。あ、これはね、あの、職場の人からプレゼントしていただいた絵が一枚、これ。これと、うん。あと、もう一個が、俺が描いた絵だね。スティーブ・ジョブズだね。うん。特に意味はないけど。まあ、ニコ生よりね、人は集まってるし、100人ぐらい普通に来るし、稼げるし、まあ、荒れないし、うん、やりやすいっちゃやりやすいかな、俺は。まあ、ふわっち来て正解だったなぁと思ってるね。うん。ワン太郎への煽り、マジ、寒かった。一意見ね。おー、おー、だいぶ出遅れたね。たくみさんいらっしゃい。うん、見てくれてありがとう。人が描いた絵って面白いね。うん。絵はね、面白いよね。うん。まったりだよね、ふわっちは。こんばんは、月見ちゃん、ハートありがとう。ハートありがとう。サンキュー。
コ生の時より太ったんだよ。すーげー太って、ブヨブヨ。だって、ここに1ヶ月ぐらいで、体重10キロ増えちゃったんだよ。10キロ痩せて10キロ増えたから、すーげー太った。幸せ太りだって言われてる。初見さんいらっしゃい、デコさん。面白かったらフォローしてね。ありがとう、コメント。楽しんでいってください。久々見たらね、激太りして、おー、ありがとうございます。よし、運動しようぜ。でもね、スクワットはね、足腰がね、そう、ももがパンパンに今ビルドアップしてんだよね。あーし。足腰強くなったよ。スクワットやってるおかげで。マジで。結構俺深く落とすからね、スクワット。腕の筋肉つけたいんだよね。ありがとうございます、デメキンさん。あざーす。そう、機材買ったんだよ。すごいよ、今、俺の機材。見て。これ、かっこよくない？これ、ヤマハ。これで、このボタンを押すと、あんたたち行くわよ。KP! ってできるの。で、コンプレッサーって言って、これは、コンプだね。あ。コンプレッサーとか、いろいろついてて。うん、音楽用の。これを切ると、これが音楽。パソコンからバックミュージックを取り入れて、ここで調整できるっていう。相手のボリュームを。で、これを、って。これヤマハが出してる配信用のやつだね。配信に特化したパソコンと、その音響用のミキサー、オーディオインターフェースとミキサーがセットになってるやつ。すごいでしょ。腹筋ね。今腹筋できないだろうな。腹が出すぎてて。多分走り込みからやんないとダメだね。かっこいいでしょ。うん。うん、いい感じですよ。うん。配信機材は一丁前だからね。もうじわ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 金かけて集めに集めたからね。捨てミキだね。捨てミキなんだけど、ステレオミキサーとオーディオインターフェースって別なんだよ、本来は。だけど、これは、ステミキとオーディオインターフェースと、あと、特徴は、パソコンとのループバック機能っていうのがついてるってやつ。ああ、まあね、コツコツやってくるのが一番いいんだろうね、ロモさんね。あと、体を柔らかくしたいね。俺的には。柔軟性を上げたい。そう、これはかなり、もう配信をやる人だったら、音響面はこれで。だから、他の配信者よりも画質もいいし、音綺麗なはずなんだよ。音綺麗じゃない？他の配信に比べて。どう？多分音かなりクリアで聞きやすいはずなんだよね。ノイズも少なくて。新しいフォロワーさん、新八女信者さん、デコさん、フォローありがとう。音いいよね。だってピンマイク使ってんだよ。ほら。ほら。芸能界みたいでしょ。あ。芸能人みたいでしょ。めっちゃクリアでしょ。もうテレビみたいだよね。ここでモニターで自分の音も聞いてるし。みんなと一緒の音聞いて音作りできんのよ。あと、例えば、まあ、機能を紹介すると、あ。今、コンプレッサーっていうのをつけたんだけど、例えば、こういう風に音を変えられるんだよ。こうキーンとした音も出せるし、こう、ラジオっぽいっていうか、ラジオっぽい音とか、映画っぽい音とかを作れるっていうか、低音の音を聞かせたいときは、こういう、なんていうの、こもった音っていうの、こういう音とかも作れるっていうか、うん、全米が泣いた。超大作映画主演北野武みたいな、なんかよくわかんないけど、そういうなんかラジオっぽい音っていうか、こういうのも全部作れるっていう。だから音作りにかなり特化してるっていう感じかな。うん、あ、うん、そういう機材だね。うん、これはね15,000円だったね、アマゾンで。楽器屋さんで買うと16,000円だか7,000円だかで、うん、
1万5千円ぐらい。そのミキサーすごい便利そう。ヤマハが配信用に作ったやつなの、これ。もともとヤマハってそのミキサーの機材も出してるんだけど、その配信用に特化して出してるメーカーってなくて、ヤマハはだから、いち早くやったんだよね。で、あ、これがいいと思って。画質も音も綺麗。和道さんの放送を見た後、ツイキャスとか見たらガクってなる。結構こだわって作ってる。もともと YouTube やってたからね、俺が。動画向きの作り方してるから。配信への本気を感じる。まあやっぱね、できるだけ綺麗な映像で見た方がね、面白いし、音も綺麗な方が面白いからね。動画配信以外で仕事してる？あー、いやー、俺は今配信一本かな、フリーでやってるのは。配信一本。案外安かった。もっとするのかと思った。ね、意外とリーズナブルだよね。うん。まあ、あと、うなちゃんマンも結構金かけてるかな。新しいフォロワーさん、ルナさんフォローありがとう。ありがとうございます。まあ、いろいろ遊びができた方が楽しいからね、配信は。もともと俺が、音響屋さんやってたんだよ。ライブハウスで、音作りの専門っていうか、その、音作りの仕事してたから。だから、まあ、素人の配信とか見てて、全然ダメだなとか思ってて。音がすごい悪い配信は見る気なくす。そうなんだよね。生理的に無理ってなるんだよね。そう、音が悪いところとか、音がでかすぎるところとかって、嫌になって、結構生理的に無理で、結構ダメなんだよね。ローランドのインターフェース使ってるけど使いにくい。あ、ローランドいいじゃん。いいと思うよ。うん。配信やりながらできる仕事を探せば金稼げる。いや、まあ、配信で仕事を今決まりそうだから、まあ、それでやってこうかなとは思ってるけど、まあでもね、今月トータル5万でしょ。まあ別に配信で食ってけそうな気するけどな、正直。あんま焦ってない、正直。変な話なんだけど、今までとちょっと感覚が違って、今までは配信で食ってきたい、食ってきたいって本当に思ってたの。だから見えてなかったの、ゴールが。ただ食ってきたいんだけど、食い方がわかんないみたいな。で、3年目、4年目でしょ、今。確実にもう射程圏内に入ってきてるの。あ、これを繰り返していったら、俺プロで食っていけるんだって。これで生きていけるんだっていうのが手応えを感じてるんだよ。マジで。なんか本当に焦ってないんだよね。あ、だってさ、1円も稼いでなかったら15万稼ぐのって難しいじゃん。はるか遠くじゃん。もう1円も稼げないから。でも、5万円、だ今、17日で5万円だから、俺の予想多分10万円ぐらい行くんじゃないかなって思ってんのよ。配信業で。10万円行ったら、1.5 倍頑張るだけよ。1.5 倍だよ。結構射程圏内じゃない？そんな難しくないじゃん。継続とかさ、面白い配信やってこうとか、企画を練ろうとかさ、リスナーさんに楽しんでもらおうっていうのに。うん。はい、頑張るね、エルナ。ありがとね、フォロー。だから、全然いけると思ってるけど、そんなに難しくないっていうか、そんな遠くじゃないなっていう。うん、悪くねえぞっていう。そういう感覚は俺の中に今あるかな？リスはもう取った。今月取っちゃったんですよ、リスは。もうだから来月も再来月も取りたいと思ってて。そう、え、取ったのって感じでしょ。ほら、リスはいるじゃん。金馬エツバニア、ヒカルくん、ラーハベ、パルパル、深夜ジョ、サメジマ、サトミ、ウナ、ミドリ、ノゾミ、ケン、ワド、石川のりゆき、リナ、ネコ、ユズカ、いますよ。今月は13日いただきました。1万円ゲット。1万円でかいぜ。会社から入ってくる1万円でかいぜ。プロとして認められたってことだもんね。1位じゃないと
ああ、デイリーとかマンスリー？デイリーとかマンスリーはリスナーの見た数じゃなくて、あれは振込金額の数。うん。これ1位取ってんだよ。これ13位って意味じゃないよ。リスワン1位だよ、これ。リスワンって1日ごとに1位が決まるの。ワンダローいらっしゃい。だから13日のナンバーワン、だから5993人が一番リスナー集めたっていうことになる。うん、1位なんだよ、これ、デコさん。リスワンの仕組みっていうのは、その日一番リスナーを集めた人。普通に大学卒業して就職した奴らは動画配信やってる余裕なんてないからな。まあ、時間に縛られるからね。俺は金よりも時間の方が価値があるっていう判断をしたから、遊びながら仕事をするっていうのを選択した。だから金は大卒のやつとかよりも減るけれども、楽しさと時間の自由に使えるっていう、そういう部分には金じゃ買えないからいいなと思ったんだよね。そうそうそう、13日にナンバーワン取ったっていうこと。そういうこと。だからあれは13位って意味じゃないよ。マンスリーランキングは40何位だったと思うけど。はい、戻っていってらっしゃい。デコさんありがとう。生活保護じゃなかったらな、素直に好きになれる。まあ別に生活保護で嫌いだったなら、生活保護抜けたら見るわでいいと思うよ、全然。まあ来月も抜けるつもりだから俺は。来月じゃない。来年か。来年もう抜ける予定で、職場ももう仕事辞めますよっていうことを伝えたから来年。もう配信一本で食ってくんねって。だからまあ好きになったら見るっていうのが一番いいと思うよ。だってさ、見ててつまらないとか、好感持てないってなったら配信者も楽しくないし、そこで好きで見てるリスナーさんにも迷惑かけるから、だから好きになったタイミングで見ればいいんだよ。うん。それが俺は一番いいと思う。13日は司会が入ってたんですよ。金梅さん、ヒカルくん、深夜っちょ、ミキティさんの企画、あと昼間は浅井さんとコラボして、あと夜中は、その日の夜中 ?12 時ぐらいは大慶園っていう、千葉県で一番でかいゲームセンターに外配信行ったりとか、企画3つ入れたの。それでうまく撮れたって感じ。うん。でもまあ、1日分回したら大体3000人ぐらい行くかな。新規リスナー。だから3000は撮れるんだけど、企画3個重なって、やっぱ大手配信者と絡ませていただいたから、6000まで伸びたのかなとは思ってる。やりたいことをやって生きる道を選んだ人たちはそれなりのリスクがあるからな。まあね、まあそれはでもしょうがないでしょ。それで食っていけなくてダメでも、まあ自己責任だと思ってる俺は。なんかそれに文句言わないんだったら、人に迷惑かけない限り何やってもいいんじゃないっていう。うん。そうそう、大敬遠の日です。大敬遠の日です。風船プレゼントありがとうございます。うん。あの日はだからなんであんな夜中にゲームセンター行こう行こうって彼女にお願いしたかっていうと、この日しか、もう今月リスワン取るチャンスこの日だなと、もう狙ってたから。うん。この日は多分集客集まるだろうなって予想してたから、取りに行った感はあるかな。まあ、それが、なんか思惑が当たったっていうか。まあ、みんなのおかげだよね、本当に。見に来てくれる人のおかげだから。みんなで撮ったっていう感覚だけど。ここの、リスナーさんと一緒に撮ったっていう感覚はあるけどな。一人じゃ撮れないよ。チーム和道が頑張ったって感じだよね。拡散してくれたしね、リスナーさんもだいぶ。和道の放送一回どぞいてやって、みたいな感じ。
なんでお金よりも時間の方が価値があるかっていうと、お金って面白いんだけど相対的なんだよ。あの年収1000万の人と年収200万の人じゃ1万円の価値が違うんだよ。年1億円持ってる人と100万円しか持ってない人、貯金がゼロの人だと1万円の価値が違うんだよ。増えれば増えるほどお金って、増えていけば増えていくほどお金の価値が下がっていく、心の中でね、気持ちとして心の中で下がっていくものだと思ってんの。だからどん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 稼がないといけないループだと思ってるの。だけど時間だけは、生命の時間だけは平等だと思ってるの。だから俺はそこをなんか大切にしたいなと思ってるね。彼女寝た寝た、うん、それ生活保護が言ったらうさんくさ、なんでうさんくされるの、それがよくわかんないんだよな。生活保護が言ったら、で俺でも別にあれだよ、不労所得で食ってってた時も全く同じこと思ってたよ。だからなんかこう、なんて言うんだろうな、なんつうの、人をだったら俺についてこいとか、俺の言う通りにしたら稼げるよって言ったらうさんくさいと思うけど、別に、なんだろう、持論を展開してて別に誰にも迷惑かけてないじゃん俺の場合。税金泥棒、どこが、どこが税金泥棒なんだろう。最初はやりたいことだけで生きていきたかったけど、世の中甘くないことに気づいて就職した。まあそれもそれでいいんじゃない。俺もバイトやってるわけだからね、それで、難しいからね。だからまあ若いうちに苦労はするもんだからね、本当にやりたいことやって食っていけるのなんかごく一部の人間だけだと思うから、まあだから人のせいにしなかったら本当にいい、それでいいと思ってる俺は、悪かった悪かった、税金で生活してて在宅話してたら、それはね、在宅の話なんかしてなくない？俺在宅の話なんか全然してない。生き方の問題してるだけだよ。だってお金が増えたら相対的に価値が下がるから、時間っていうのは普遍的だから、俺はだからやりたいことで食っていきたいんだよねっていうのが、どこが在宅の話になるんだろう。監視君いらっしゃい、こんばんは、楽しんでってください。それがよくわかんないかな。在宅ってなんだろう、お金をこう増やせとかいうのが在宅だと思うけど、俺は株の動向とか FX やるべきとか、アフィリエイトとかやるべきとか、そういう話してたら在宅だと思うけど、別に俺誰かに、リスナーさんにこうやったらこう稼げるよなんて話一切してないからね。俺も生ポやけど、全然生ポでいいと思うよ。会社に属してないといけない理由としては社会的信用、だってさ、サラリーマンっていうのはさ、会社の奴隷になることだと俺は思ってるの。優秀なサラリーマンっていうのは会社の言うことを聞く人間だと思ってるから、だから人の言うことを聞くのが嫌なの。人の人生行きたくなかったのよ俺は。だったら別に、なんだろう、自分で食ってこうっていうか、自分のやりたいことやってて誰にも迷惑かけないでやってったら面白いなって思ったんだよね。誰もほら指図しないわけじゃん、自分に対して。なんかこう文句言う人もいなければさ、ストレスもないわけだ。あ、どうしたもこさんだ、いらっしゃい。この前企画で揉めてた時初めて和道さんの配信見たけど面白い人だと思った。あ、ありがとう。自分で食ってけてないやん。どうなんだろう、生活保護って。でも別に自分で食ってってるって俺は思ってってるけどな、どうなんだろうね。和道さんに聞きたいことがありますが、ニコ生のピグ、孫子さんはどうされてましたか？あのね、孫子はベンチャーの会社立ち上げてて、で、手伝ってくれって言われて、もう生主は辞めるっていう話はそれでやってたから、で、そのプロジェクト自体は途中で俺降りたのね、1ヶ月ぐらいで。ちょっと俺合わないわって言って。だから今多分会社作ってるね、仲間と一緒に。だからもう配信戻ってこないかもしんない。多分そっちの方が楽しいんだと思うよ。孫子はもう多分ベンチャーやってるね。バイトとか派遣とかローン組めないし、
まあ、ローンは組めないよな。自営業でも難しいだろうな、相当稼いでないと。てか、稼いでたらローンいらないしな。なんか、ロモさんが俺に突っかかってくる理由が俺にはわかんないんだよね。例えば、ロモさんが俺のことを支援してるっていうか、仕事を依頼してるんだったらわかるけど、俺、ほら、ロモさんから金銭的な縛りとかないわけじゃん。で、ぶっちゃけた話、ロモさんと俺は他人だから、だから、なんでそんな突っかかってくるのかよくわかんないっていうか、別に、自分の生きたいように生きればいいのに、なんでそんな突っかかってくるんだろう。別に自分が正しいと思う道を生きていけばいいんじゃない？ああ、と思うけど。ね、自分、人生みんなそれぞれなわけだから、俺は全人類俺みたいに生きろなんて全然思ってないよ。うん。道楽、自分で道楽？税金泥棒にはムカつくから、どこが税金泥棒なのかがわかんないんだよね。だって税金って、富の再分配をするためにやってるわけだから、どこが税金泥棒なんだろう。キティさんこんばんは。後ろの本棚の一番右にある本。これかな？これは、ニルバーナのプロセスとテクニックって言って、座禅の本ですね。瞑想、座禅、僕禅結構昔からやってるんで、禅の本です。うん。朝原翔子がこれに出会って、オウム真理教の、教義の中に入れてったって言われてる本なんだけど。瞑想法です。瞑想法。昨日はロハコさんきつかったですね。いやーもう腹抱えて笑ったわ。昨日一番笑った。お前弱い人間じゃないじゃん。保護するに値しないじゃん。いや、ロモさんすごい勘違いしてるけど、生活保護法って弱い人間を保護するための法律じゃないんだよ。うん。それは、法律を勉強した方がいいと思うよ。うん。俺が言ってるのは富の再分配だよ。うん。働けない理由がある。教えてくれてありがとう。興味深いね。うん。面白いよ。うん。子供の頃からね、結構瞑想はしてたから。自律神経が整うんですよね。うん。法の穴をかいくぐって税金泥棒してるのか。税金泥棒っていうのが、税金泥棒って何かなんだろうな。何が税金泥棒で、何が税金泥棒じゃないのかが全くわかんなくて、何なんだろう。何が、法の穴をかいくぐってってどういうことかわかんなくて、生活保護法って国がやってるちゃんとした制度なの。で、申請して適用される人には誰にでも配られるものなの。例えば、母子家庭の人が母子家庭の補助金で毎月2万円何か安くなるっていうのを申請したら、誰でも母子家庭だったらもらえるでしょ。それと一緒で、それは法の穴をかいくぐってないし、会社だって国に申請したら助成金って降りる部分と降りない部分っていうのは国が決めるんですよ。で、それをもらってたら税金泥棒って言われないでしょ。だから、お前みたいなのが蔓延したら日本終わるね。それは日本のシステムが悪いわけだから、日本の法律を変えるべきじゃん。税金泥棒なんじゃなくて国のシステムが悪いっていう話になってこないかな。で、俺は国のシステムを設計した人間ではないから、だから、もしロモさんが本気でそれを本気で考えてるのであれば、俺は政治家やるべきだと思うよ。ロモさんが。うん。だと思うけど。どうなんだろうな。俺はもしロモさんが本気で考え、なんか、うさばらしでそれを言ってるんじゃなくて、本気でこの国のためにって考えるんだったら、法律を改正するような動きをするけど。ただ、うさはらしてるだけなんじゃないの。だから、俺はロモさんが自分の生き方に満足できてなくて、自分よりも楽しそうな人に対して悲願でるようにしか見えないんだよね。でしょ？うさばらしでしょ？だから、それって自分の生き方を否定してる行為だから、自分の生き方変えた方がいいよって言ってるのよ。うん。法に穴ってあったかな。
そうそう、自分の人生に納得いってないから結局人に憂さを晴らそうとしてるけれども、結局自分の人生は変わってないから他人が羨ましい惨めな生き方になっちゃうんだよ。毎月高い税金払ってたらお前はムカつくよ。じゃあ他の国行けば、だったら他の国行けばいいじゃん。日本に合ってないんだよ、日本の法律に。でしょ、タックスヘイブンとかね、法の税金の安い治安の悪い国に行けばいいじゃん。今年中に和道政府抜けるって言ってんだからいいやん。まあまあ、こういう人がいるから偏見とか差別がなくならないんだろうね。まあインドはいずれ行くけど、まあ差別主義者の典型例かなとは思うけど、俺だって生まれた時からさ、例えば200万稼いだとしてバイトで、で貯金できないじゃん200万だったら。ってことは200万使ってさ、年率 8% だったらさ16万でしょ。住民税何税ってどん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 払っていくわでしょ。で多分30万ぐらいはトータルで払ってるわけだ。それを10年間積み重ねたら300万だって、20年積み重ねたら600万だってなるわけじゃん。所得が最低だと計算しても、じゃあ何のために払ってるのって言ったら、国としての国民としてのライセンスを手に入れるために働いてるわけじゃん。義務を果たしてるわけじゃん。俺が納税してるわけじゃん。だからさ、別に国民としての権利を行使したとしても何の問題もないと思ってるんだけど。返金で消えちゃうんじゃないの？そうだよ、消えるよ。だけどその分国の負担が減るからいいことだと俺は思ってるけどな。なんか自分が得か損かじゃなくて、配信業を仕事にしたいって考えてるわけだから、あの手元に残るお金は少なくなるかもしれないけど、仕事として国にその返還するわけだから、それは別にいいことなんじゃないかなと思うけど。万太郎さっきからいるよ。生活保護抜け出す努力してるなら問題ないな。おい、ろくちゃんいらっしゃい。まあ頑張ってるけど、ホモに偏見はないよ、万太郎さん。いや、あれは笑ったよな。今年一番笑ったわ、本当に。今年で一番笑った。まあ、ロモさんは勉強不足だよね。無知は恥だから気をつけた方がいいと思うよ、本当に。ロハコさん、いや、俺は思った。あのね、これワン太郎に言いたいけど、荒ぶる神々の力を最大限に発揮するには、生贄が必要だと思ったね。荒ぶるモンスターの力を解き放つには、やっぱ生贄が必要なんだよ。ひみこだよ、ひみこ。生贄でロハコさんが暴走したっていうね。ある配信者が生活保護受給者は昔からプラカード下げて額に烙印をして街を歩けと発言していました。どう思いますか？もしそれを本気で言ってるんだったらただのアホだね。あの説得力がまるでなくて、あの自由意志っていうのをもう基本としてこの国って憲法とか法律っていうのを作ってるのよ。だから法を裁かない限り、基本的、法を犯さない限り基本的に人間は自由だっていう考え方が大原則としてこの国は成り立ってるのね。そもそもなんだけど。で、生活保護のなぜやるのかっていう目的っていうのは、この国がね、この国の前提にホームレスはいないっていう建前のもと設計してるの。日本っていう国は超豊かな国だし、いい国だから、日本っていう国には不老者はいないと。ホームレスはいないよっていう設計の。なんでかっていうと、生活保護を受けてないで自由にやってる。要は楽しんでホームレスやってるんですよっていうのがこの国の解釈の。OK。で、例えば、何々をやったら何々をやりなさいっていうことっていうのは、差別なんだよ、根本的に。例えば、女の人だったら、あの、スカートしか履いちゃダメっていう国がいいっていうことは、北朝鮮行きなさいとか思わない。この国民、低所得者の人は、こういう身分証しかできないとか、中国はあるわけだ。国籍にも2種類あるわけだ。そういう国が嫌なわけじゃん。だから俺は日本素晴らしい国だと思ってんの。だから俺はナンセンスだと思ってるよね。金梅さん生活保護じゃないよ。めちゃめちゃ金持ってるわ、金梅さん。LINE に、親に大丈夫って一言来た。
まあ、来るわな。うん。だからまあ、ミントさん、俺はその人を見たら、ああ、やば、頭やばいやつだなっていうふうに、思うかな。うん。そう思う。ロハコさんとワンタロウさんの濃厚なコラボ、あれ良かったよね。生贄に和道ネックレスという装飾品を渡すあたりの儀式。うん。差別っていうか、差別だと思うよ。例えば、障害者は全員、キチガイです。キチガイですじゃなくてもいいや。障害者っていうワッペン貼りなさいって言ったら、そんな国住みたいと思う。低所得者、年収200万以下の人は年収200万って貼れって言われたらおかしいと思うじゃん。どう思う？おかしくない？だから、俺は、うん、すごい発言だな。差別的な発言だなっていうふうに思うよ。うん、差別的な発言だなっていうふうに思うね。国の法律に従ってるわけ。まあ法治国家だからね。うん。政府だけだと思ってるのがおかしい。失業保険だって。そうそうそう。障害者年金だって。そうそうそう。そうなんだよ。44がすげえ正しくて、最後のセーフティーネットなんだよ。それまでにいくつもあるんだけど、どれもらってても税金泥棒って言われないんだよね。だからただの無知なんだよ。フードバンクは日本はないですよ。あやかさんもしかしてあれ？海外の人？フードバンクの制度日本にはないっすよ。うん。まあ、やってる自治体とかもあるけど、浸透してないフードバンクは。マドンさんみたいに、きちんと理解して、納税を納めてる人で、信者であんまりいない気がする。配信者では。ああ、みんな不正受給やってるよ、ぶっちゃけ。だから俺みたいに生活保護堂々と受けてるっていうと、そいつらのイメージがさ、なんか不正受給をしてるっていうイメージのレッテルが俺に来ちゃうんだよね、どうしても。プラカードと土下座しろって言ってたの。アイラと、黒蜜、ロザ、リタだった。ほー。まあ、なんだろうね。どうなんだろう。まあ、だから国っていう制度自体を理解してないんだろうね、多分。感情論に聞こえるっていうか。振り込まれた金が区に返還してるなら旅に行けないんじゃないの。あ、生活保護やめようと思ってますね。はい。ずんどこさん正解ですね。うん。だから、職場にも、もう来年多分、配信で収入が増えるんで、仕事も辞めて、生活保護も抜けて、旅に出ますって伝えた。まあ、好きに言わせとけばいいんだろうけど。まあ、でも、恥かくよね。大の大人が聞いたりとか、ちゃんとした見識ある人が聞いたら、こいつ大丈夫かって思うと思う。正法を悪く使っちゃう人がいるからかな。悪い方が目立ちやすいから。いや、というよりもね、もっと大きな問題があると思ってて、あやかね。簡単に言うね、低所得者が増えすぎなの。国の設計が間違えて、低所得者が増えて、ね、低所得者が生活保護にドカッと流れたわけだ。200万人とかになっちゃったわけよ。80万人ぐらいだったの。ダーって増えたの。これどういうことかっていうと、国の仕事の振り分けを間違えちゃったのね、竹中平蔵の時に。派遣とかバイトとかを推進しすぎて正社員雇用とかなくなって、要は国民が低所得者と高所得者に一気に分かれて中間層がなくなったと。で、そうすると生活保護を受けてない頑張ってる人は本来生活保護を受けるべきなのに、高い納税者たちからしたらこの人たちを保護してるっていう感覚があるわけじゃん。だからやっかむわけじゃん。だから受けられないわけじゃん。っていう負のスパイラルが始まっちゃったの。だから国の制度設計間違えたんだよ。だから本来は低所得者、アルバイトをしたり働いてる人が月給30万ぐらい取れる、生活保護の倍ぐらいの金額取れるようにして、俺も働きたいって生活保護者が抜けるような設計をしないといけないと思ってる。もし俺が国のそういう風にいじれって言われたら、だから働いたら得するように最低時給を上げる方向で持ってくね。で、生活保護金額をキープしたまま。俺はそんな感じだと思ってる。うん。在日が政府の仕組みを利用してるのが立ち悪い。祖国に帰れ、うん。それやるとインフレになるからやりづらいんだろう。インフレにしようとしてんの、俺。うん。デフレを解消する方がいいから、インフレ率 2% ぐらいでいいと思うよ。うん。デフレ 2% でしょ。うん。だってデフレで全部に、今の日本って弊害が起こってるわけだから。うん。アイラは黒蜜の金もらってから言葉が変わったって言った。黒蜜って人が誰なんだろう。寝ないといけないのに説明わかりやすすぎて寝れない。うん。
だから結局、要は、働いても働いても遊んで暮らしてる奴がいるっていう誤解から、税金高く納めてる人たちはやっかむようになったし、そのせいで、学生たちは働いても働いても生活保護の方が得だからって言って生活保護の流れてると。二極化が始まってんのよ。つまりこれどういうことかっていうと、日本が、その方が経済が回るっていうことでそういう仕組みを作ったんだよ。ワーキングプア多いよ。だから、日本の今、年収200万以下の層って何十パーセントになっちゃったんだっけ ?30 か40ぐらいなかったっけ年収200万の層って。ベーシックインカムはね、俺反対派ですね。およよさん。なんでかっていうと、結局、お金持ちにも金もあるから、物価が上がって、結局低所得者層も苦しい思いするから、パーセンテージでコントロールって難しいと思ってんの、定額で決めちゃったら。物価が上がるだけだから、低所得者が余計苦しくなると思ってる。だから、金持ちに金渡す必要は全くないから、生活保護制度の認識を変えるっていう方がいいかなっていう。ベーシックインカムみたいに生活保護っていう名前をやめて、もっと受けやすい名前にして、みんなに、それこそ強制的に配るべきだと思ってるね。低所得者には国が勝手に銀行に振り込むぐらいのことやった方がいいと思ってる。そしたらね、いいでしょ。アルバイトで月収30万になったら缶コーヒー500円ぐらいになっちゃう。アルバイトの場合はならないよ。だから俺が言ってるのはあくまでその高い日本に眠ってるさいくらだっけ何兆円だっけ1000兆円だっけ100兆だっけ忘れちゃったけど国家予算の何十倍ぐらいの規模の動いてないお金っていうのを流動化させたいだけよ。和道の言う理屈ならね。うん。補足説明してなかったから分かりやすく言ったから、ギュアスさんには、ちゃんと掘り下げて言おうと思ってるけど、簡単に言ったら財源っていうのをどっから確保するのかっていうことになるわけだ。だから、高所得の回ってないお金から相続税を 100% にしろって言ってんの、俺。うん。要は、相続があるから差別が生まれると思ってるから、要は財源はちゃんと確保するよ。もう政治的に考えるとしたら。要は、一回国に返すと。で、もう本当にフラットに平等にするの。頑張ったら頑張る。資本主義をちゃんとやろうっていうことよ。一部の人たちだけだよね。桁違いにお金持ちの富裕層。だから、世界にいる50人が、世界のトップの50人が、その他の資産と同じ額を持ってる。世界にいる50人が世界のお金の半分持ってるっていうのが、この世界かな。今の。普通に役所で働けそうなくらい知識ありますよね。まあ役所で働いたら優秀だろうね。生活保護めちゃめちゃ詳しいからね。ただ生活保護者増えると思うよ。俺がケースワーカーやったら。お前、だって俺ホームレスに声かけて、お前生活保護やれ。お前生活保護やれって言っちゃうもん俺だって。大丈夫、俺がなんとかしてやるよって。でも富裕層が海外に逃げちゃうかも。だからそれがこの前の問題じゃん。なんだっけ、タクセイブンの、なんつったっけ。なんとか文書。うん。だけど日本人はその事実っていうか、そのからくりすらも理解できないから、要はもう愚民社会でさ、洗脳されてるわけじゃん。もう飼いならされてバカになってるわけだから。だから、海外とかのデモが起こったり、怒り狂って、ね、国会議事堂とかにデモ行進とかするけど、日本人は、はぁみたいによくわかんないって。うん。面白いよね。うん。パマナ文章だっけ？パナマ文章か。うん。要は、お金っていうのは循環させるものだから、で、中の総量っていうのは変わらないわけじゃん。だから、どこに分配して、どういう風に血液を回すかっていうだけの話だっていうのがあんまり理解できないみたいね。経済学学んでる人だったらわかるんだけど、お金って使ったら消える。自分のものじゃなくなるから消えると思ってる人多いんだけど、例えばコンビニでお買い物したら、コンビニで売り上げが上がって、コンビニから給料払って、その人も消費者に変わるんだよ。給料で。だけど、企業に、そうやって、企業とか税金のパーセンテージで中間マージンバンバン取られていくと減っていくのわかる。働けば働くほど、買い物すれば買い物するほど、富が集中していって偏ってしまうんだよ。わかるでしょ？
だからそれが今の状態だっていう話になってる。だからこっち側からお金をガッて流入したらブワーって回って物価とかも上がっていくし所得とかも上がっていくんだけど経済成長はガーってしていくんだよ。国は税金取ることしか考えてないから税金を取るためにはどうやって所得を上げるかは全く考えないから。そう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 、ギュアスさんの指摘の通り。だから税率を上げたら税金は一時的に増えるっていう考え方が間違えてて、昔って消費税なかったでしょ。あれなんでかっていうと消費税がないぐらい買い物ができるいい国だったから税金高かったのよ。消費税がいらなかったの。だけど国のお金、政府のお金が足りないって考えた時に税金一時的に取らなきゃ消費税導入ってやったら税率下がったんだよ。税収下がったの。なんでかっていうと国民が買い控えを始めちゃったから。だから今負のスパイラルなの本当に。デフレスパイラルっていうのはこういうことなのね。バーガープレゼントありがとう。だから本当に今や国がやるべきことっていうのはお金持ってるところから引っ張ってきて低所得者に還元しないといけないの。なんでかっていうと低所得者っていうのは生活が苦しいからお金全部使ってくれるの。生活保護者で貯金なんてできないの分かるでしょ。全部使ってくれるの。だから生活保護っていいんだよ。全部使うから全部使うっていうことは会社のどっかの売り上げが上がるってことでしょ。確実に使ってるわけだから。そう、生活保護者が俺の金を使ってる消してるじゃないの。その人たちがお金を使うことによって経済回してるんだよ。このからくりが分かってないからああいうバカな発言になるの。さっきのやつみたいな。お金って消えないの。ぐるぐる回るの。もしお金が消えるとしたら海外に逃げるパターンなの。さっき指摘あったよ。分かった？なんだ。お金って消えないの。日本全体で大きく見ると。だから日本政府はその役割をしないといけないのよ。日銀とか。日銀だけだからお金の総量をいじれるのは。そういう風に考えたことなかった。勉強になるね。経済学の基礎だよ。だからみんなは家計簿なんだよ。みんながやってる私の家庭内の入ってきたお金と出ていくお金だけど、出ていったら誰かのお金になって企業の今度売上になって給料になる。給料っていうのはまた給料で家計簿があるわけだっていうのを大きく分散するからお金って消えないのでしょ。株とか為替向いてそう。うん、今株とか為替はもうインサイダーでしか儲かんないけどね、うん、取り間受け取り人が存在しない構造をうまく回してほしいな。あー、だから眠ってるお金ね、どうするべきなんだろうね。まあ難しいから、だからまあそういうのがめんどくさいからシンプルに生きようと思ってやりたいことやって金を稼ぐっていうのが一番早いかなと思ってるんだけどね。例えば今100人います、100人います、で120人が見てるわけよ、リアルタイムで。でこの人たちに質問です。和道の放送にね、めんどくさい形じゃない、振り込みとかがめんどくさいだけで、勝手にワンクリックしたら、ポチって押したら100円入るシステム。もう、ドコモとか、au とかで勝手に決済してくれんの。もう超シンプルなシステムで、ポチって押したら100円あげられるって言ったら、1万円になるんだよ。この100分の放送、1時間半の放送で100円投げられたら、別に投げてもいいよっていう人多いと思うの。ただ、振り込んだりがめんどくさい、ポイント買ったりがめんどくさいとか、いろんなめんどくささがあるから、100円が億劫になってるだけで、100円分のエンターテインメントは成り立ってるはずなんだよ。例えばさ、コンビニに和道っていう雑誌が100円で1時間暇つぶしてくれますよって言ったら結構いいコンテンツだと思うの。コンビニに100円が、和道が売ってて、携帯でずっと、いやー、こうだよ、こうだよって喋ってくれんの。楽でしょ？っていうのが放送なわけじゃん。だからインターネットで放送で金を稼ぐっていうことは俺可能だと思ってんだよね。買うでしょ？だから俺がお願いしてるのはアイテム投げてっつってんの。100円でも気持ちを投げてほしいの。まあ、金持ってる人は1万円とか花火とかバンバンやってもらいたいけど、それで俺食ってけちゃうんだもん。
で、食っていけるっていうのは何がみんなにとってメリットあるのか、俺にとってメリットある話じゃなくて、俺が配信に専念できれば俺のこと好きだから見てくれてるわけじゃん。俺の放送が楽しくなったらよくない？100円でさらに面白くなったらいいでしょ。金払えば払うほどコンテンツが絶対面白くなる仕組みなんだよ。そう。だから、放送を応援するってアイテム投げるっていう、そういう仕組みだからふわっちはいいサイトだっていうことを言ってるの。だから簡単に言うと、ストリートパフォーマーみたいなもんだよ。うん、ストリートパフォーマー。その金は区役所に行くんですよね。生活保護申請中だから。あのね、それが区役所に行く。じゃあ、OK。OK。面白い。ずんどこさんは多分まだ俺の話理解できてないんだよ。うん。あのね、どういうことかっていうと、俺がじゃあ100円もらいました。俺がコンビニで買ったら、セブンイレブンに行くよ。区役所に行くよ。で、セブンイレブンの買い物した人は、給料もらってどっかに行くよ。絶対どっかに行くよ。なんで区役所に行くっていうことが嫌なのかがわかんないの。人にお金を投げた。例えば俺がずんどこさんに1万円、例えば小遣いあげるっつうんじゃん。ずんどこ可愛いから1万円やるよ。ただ、お前、この金で、コンビニで飯だけは買うなよ。あと、スーパーでも飯買うなよ。アマゾンも使うなよ。って、指定されたら、金渡す意味なくない？その人の自由に使えよっていうお小遣いで渡すわけじゃん。うん。どう思う？うん。成り立たないでしょ。だから、応援するっていうことでいいんじゃないの？別に。だって、生活保護でいる和道も嫌だ。じゃあお金渡して応援する。でもお前それ国の区役所に返還するから嫌だ。何が嫌？どうしたいの？だって稼いだら生活保護抜けられるね、可能性が上がるから応援した方がいいに決まってるじゃん。生活保護やめろって言うんだったら。で、生活保護、区役所に行くのが嫌だって、なんか矛盾してるように気がするんだけど、どっちのポジションなんだろうね。どっちのポジションなんだろう。生活保護抜けてほしいのか、何なのかがちょっとわかんないんだよね。うん、役所仕事を受給者や低所得者が行い、民間並みの賃金を得て公務員の人件費削減する。おお、超面白いね。超面白いけど、この国ではその制度採用されないと思う。なんでかっていうと、もともと公務員制度っていうのは、ある程度学校とかをちゃんと出て学力がある、ちゃんとした人間を採用するからっていうことで仕事として成り立ってるわけじゃん。だから、俺は、この意見、俺は賛成なのね。俺めっちゃ面白いと思うんだけど、要は、利権になってるのよ。要は安定した給料ももらえて、退職金とかもいっぱいもらえるっていうのを手に入れる代わりに、しっかり勉強してテストを受けて合格してくださいねっていう権利になってるから、暴動が起きるね。うん。俺は面白いと思うけどね。8000円くらいまでは申請しなくていいんだっけ？申請は必ずしないとダメ。1円単位で。全額。全額ね。1円単位で全額やらないとダメ。うん。政府は貯金認められてるからね。うまく貯めて自分で世に出た時に使えるように。どうなんだろうな。うん、貯金はあんま好きじゃないんだよね。そもそも病気で働けない人しか生活保護はもらえないの。ただ仕事がないですだけじゃもらえませんか。いや、もらえます。はい。生活保護っていうのは全ての国民に権利があるので、働けない人がもらう制度だっていうのは違う。働けない人が働いてない時にもらうのを失業保険って言うんだけど、失業保険の制度と生活保護の制度って根本的に作った理由が違うのね。だから、障害者だからもらえるのが生活保護とか、働けないから生活保護もらえるとかっていうのは根本的な間違い。低所得者の人がもらう制度なの。うん。政府貯金して OK だよ。裁判で勝ってる。組合、そう、組合が今ないからね。労働組合とか意味わかんないんだろうね、多分。パソコンは没収されないのですか？お、いい質問ですね。あのね。昔はダメだったんですよ。っていうのも、国民全体の一世帯あたりに普及してる数ってあるじゃん。家電の。要は日本国民全体があります。そのうちの9割に普及してる。例えば扇風機とか冷蔵庫とか。今冷蔵庫贅沢品っていう人いないと思うんだけど、
50年前に遡ったら冷蔵庫持ってる人贅沢品なわけじゃん。テレビ持ってる人贅沢品なわけじゃん。だから9割以上普及してるものってあるでしょ。国民調査ってやるじゃん。チョコレートは何食べてますかとか。あれで調べるの。で、今パソコンは9割ぐらい普及してるのね。各家庭に1台は必ずあるっていうような普及率だから、パソコンも、生活、最低限の生活に含まれてるから募集はされないっていうことになってます。だからその基準、国の基準があるの。車は贅沢品とか、何は贅沢品とかあります。市役所の水際作戦、騙されて追い返されるから変な情報しか蔓延。そう。そうなんだよ。国の生活保護手帳とか読んでないんだよ。生活保護手帳って言って、生活保護の六法全書みたいなのを読んだことないんだよ、みんな。俺、ちゃんと読んでから言ったからね。生活保護手帳。生活保護の規約とルールが全部載ってるやつ。最低限度の生活保障がナマポですよね。そうです。旅資金ください。返還になります。返還にはなりますが、意味わからないんですが、ですね、ずんどこさん、旅資金くださいじゃないんですよ。俺が公約してるのはふわっちで15万円稼げたら全国旅しますなんですよ。ここがすごく重要なところで、旅のためにお金をくださいっていうことと、15万円稼いだら全国旅しますっていうのは根本的に文法が違うの。意味が違うの。だからあくまで俺はお金くださいっていうことじゃなくて、15万円ここで仕事として成り立ったら旅をします。で、旅をするにあたって所得が15万円あったら生活保護を抜けるんです。強制的に。所得が上がるから。だから俺は旅することができますよっていうことを表明してる形になってるの。これがわかる。返還になりますじゃないんだよ。15万円以下の場合だったら返還になっちゃうんだけど、15万円達成したら生活保護を抜けるの。そしたら拘束がなくなるのよ。俺は仕事をもう仕事として認められるから、仕事として旅に出ることができますよっていう。だから説明順位が違う。和道、聖保の患者さん、普通に旅行とかコンサート、聖保のね、患者とは言わないんですよね。生活保護を受けてる人ですね。患者ではないですね。旅行とかコンサート行ってますよね。行ってる人いっぱいいる。うん、継続的に15万じゃない。俺は15万受けた時点でもう抜ける。なんでかっていうと、もう履歴が残ってるから。だいたいこれくらいの推移で合ってるので、稼げますよっていう。継続的に15万じゃない。15万達成した時点で。で、なんでかっていうと、俺が今アルバイトで働いて7万円ぐらいの収入があるの。だから大幅にオーバーするのよ。だから所得自体は22万ぐらいになっちゃうの。いや、勤めてたところの患者、ああ、そういうことか。そういうことか。うん。かなり勉強っていうか、まあ、当事者の問題だからね。だから赤裸々に語ってるだけだと思う。生活保護受けて隠してる奴らが言わないことを、赤裸々に語ってるだけだと思うよ。うん。だってみんなにシェアした方がいいじゃん。だってみんないつ聖本になるかわかんないんだから。いつ失業するかわかんない時代だから。情報シェアした方がよくない？知っておいて損はないと思うけど。保護費から7万円引かれるんですか？7万円稼いだと場合なんだけど、俺の場合ね、区によっても違うし、所得の金額によっても違うんだけど、見せようか、じゃあ。ちょっと待ってね。うん、まず、生活保護っていうのは、働いてもいい、収入を得てもいいんですよ。だってこの国は働けっていう国家だから。で、給料明細の金額っていうのが 69,560 円、要は社会保険料とか入れたら7万円稼いだんですよ。7万円稼いだ時にこの金額を返還しました、42,400円を返還しました。返還金の一部としてって書いてあるでしょ。 OK。 じゃあ27,600円は何なのってなるじゃん。27,600円は俺の手元に残ったんだけど、7600円っていうのは交通費なんですよ。
あの、定期代が7000いくらなのね。だから、要は、簡単に言うと2万円手元に残る。2万円。7万円稼いだ時に2万円手元に残るってこと。要は、生活保護を受けてる人の中でも、7万円稼いだら4万いくら返還するんだけれども、ね、働いてる人の方が優遇されるっていうこと。手元に残るお金を多く残していいですよっていうこと。だから、2万円多くもらえるっていう認識でもいいし、うん。はい、ワカツ、豚さんいらっしゃい。配信で稼いだお金も一緒。一緒一緒。全部一緒。うん、ただ、項目がそれぞれ違うんだよ。例えば、働いて得たお金と、お小遣いでもらったお金と、寄付でもらったお金とっていうのが、項目別に全然違うの。だから、それによって変わる。これはバイトのやつ。返還金は。でも全部申請してるよ。もちろん。これはバイトの返還金。あくまで。だって質問が、だって、質問がそうじゃん。継続的にじゃなくて、あの、配信じゃなくて、どれだっけな。どこだったっけ、うん。配信のは見せないの。配信のはない。返還金っていうのは。配信のは。要は、その役所が全部決めるのよ。それについては。うん。だから俺はもらってない。昔生活保護でした。まえちゃんいらっしゃい、初見さん。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。うん。新しいフォロワーさん。新しいフォロワーさん。この葉さん、フォローありがとうございます。稼いでも月2万円のまだなら引かれません。まあ、だから、人によったりとか自治体によったりとかするからね。うん、俺もネットの情報見たけど全然金額近かったもん。カイッチさんフォローありがとう。キティさんフォローありがとう。生保が12万だとしたらそれ以上は収入得られないんじゃないの。収入は得た方がいいの。だって国に返還する金額は増えるわけだから税収の負担が下がるわけじゃん。ゆいさんはどつ楽しんでってください。楽しかったらフォローしてね。だから働くことはいいのよ。ただ、難しいんだよな。だからね、やっぱね、仕組み自体をやっぱ生活保護をみんな理解してなくて、生活はあくまで国が補填するって考えるんだよ。だから、収入が、例えば生活保護13万もらうとするんだ。その中の家賃が俺6万円分なんだけど、厳密に言うと53,700円なんだけど、家を持ってる人は53,700円をもらえないの。7万の食費だけもらうの。っていう制度なんだよ。だからね、人によって全然違うの。インドにどのくらい行くの？まあ、別に期間は決めてないね。旅に関しては、全部回るっていう風に決めてて、何日滞在するとか旅行はするつもりない。15万円を3ヶ月稼げてやっと抜けれます。まあ、そうだね。まえちゃんの正解だね。それで。車を運転できますよ、別に。生活保護自立支援じゃ難しいのかな。自立支援じゃ難しいってどういうことなんだろう。うん、どういうことなんだろうな。収入の申請ってあくまで、収入の申請をしなかった場合は詐欺罪ですね。それが俗に言う不正受給って言われてるやつです。もし収入申告をしていなかったら詐欺罪です。お、メガホンプレゼントありがとう、ゆいさん。ありがとうございます。メガホンありがとう。それが詐欺罪。刑罰ですね。
要は刑務所行きです。もうしてない人がいるとしたら、ですね、今 YouTube のチャンネル登録があと4人で、100人になります。ちょっと YouTube のチャンネル登録100人目指してますので、もしまだ YouTube のチャンネル登録をしていない方がいらっしゃいましたら、下の方に YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。和道の過去のニコ生の動画とか盛り上がったコラボの動画とか全部収録されてますので、下の方にある、和道の YouTube、ぜひ登録してください。お願いします。7万働いたら約2万は自分でもらえるんだ。保護人は別？保護人っていうのはどういうことだ？保護人？保護人ってなんだろう？保護人っていう概念が新しく出てきたからちょっとわかんないな。保護人って誰？保護人？チャンネルあるあるある。下の方にあるから登録して。うん。あとね、あと6人かな。あと4人だ。保護費。保護費は別。そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういうこと。要は働いてる人の方が優遇されるっていうか、働いてる人の方が、要は2万多く、所得がね、保護費が多くもらえるんじゃなくて、所得が多くなるってことね。峯岸富士子とコラボしたのはありますか？ないですね。ないです。うん。峯岸富士子の動画は多分ないかな。Qちゃん牧師とか、ロハコさんの昔のやつとか、ヒカルくんと、あと誰があるかな？浅井さんとか。10万所得あったらもっと多いね。10万所得あったら多分手元に残るの3万ぐらいだと思う。月見ちゃんありがとう、登録。ありがとう。うん、あと、金映えさんとか、いろいろあるね。動画のね、数自体は何個あるんだろう。動画の本数は150本ぐらい上がってるはずなんだよな。動画の数はね、動画の数ちょっとわかんないけど、100、200ぐらいの動画は上がってる。うん。チェックしてみて、ぜひ。貯金の制限はないですね。生活保護には、ね。うん。裁判になってるぐらい。うん。つみきーさんか。つみきーさんごめん。つみきちゃんありがとう。ラムメロさんと会ったことないね。およよ、風船ありがとう。風船ありがとうございます、さあちゃん。ありがとう。うん、生活保護が楽してるって思う人が多いけど、役所になんやかんや制限かけられて嫌でした。だからまあ、知らないから叩けるっていう部分あるだろうね。知らないから、無知だから、そのイメージだけで語るんだよ。ちゃんと勉強してる人は別に、制度的なことで言うことでしょう。ニコ生公式出る気ないんですか？オファーがないですね、公式は。うん、オファーがないですね。オファーがあったら考えます。ロハコと浅井さん対談が見たい。ロハコさんが浅井さん苦手意識があるんだよね。なんだかわかんないけど。なんか、ロハコさんが、浅井さん苦手らしい。メガホンありがとう、まえちゃん。ありがとうございます。もしよかったらフォローしてね。あの、ふわっちではね、チャンネル登録に値する機能がフォローっていう機能なので、フォローボタンでフォローしてください。うん、そうそうそう。ちよいらっしゃい、ワドツ。楽しんでて。生活保護に関する、あの、無知から来るっていうか、国がね、ちゃんとね、あの、制度を広めてないんだよ。風船10個ありがとう。そう。国がちゃんと告知をしてない方がフェアじゃないと思うよ。税金は強制で取ってるのに、その、金を配る方では、その、申請制にしてるっていうのがおかしいと思う。言論番組募集あって、川崎が出る。あ、そうなんだ。洋平くん出るんだ。いいじゃん。保護歴もう何年かな？ 4 年目かな俺。生活保護は4年受けてますね。うん、
だから生活保護撤廃の人たちに聞きたいんだけど、200万円、収入200万円も作れない人たちの200万人いるわけじゃん。その人たちを金をなくしたら多分暴徒化すると思うの。そんな治安の悪い国に住みたいのかっていうことは聞いてみたいよね。多分生活保護制度なくなったら200万人の人間が路頭に迷うと思うの。で、多分犯罪率が急激に上がるの。日本の治安がいいのって生活保護があるからっていう部分ってかなりでかいと思ってるのね。だからそれでもいいのかなって。で、そういう国っていっぱいあるわけじゃん。税金が安くて生活保護がない国っていっぱいあるから、そっちに移行する方がいいんじゃないかなって思うけどね、俺は。ノーさんいらっしゃい。うん、車もなくなった。生活保護のパチンコはどう思う？あー、それはね、俺持論がありますね。この国ってギャンブルがないっていう建前でパチンコを野放しにしてるわけですよ。パチンコっていう制度は、別に生活保護者がパチンコやるのは俺はいいと思います。なんでかっていうと、国が野放しにしてるから。もしパチンコ生活保護者がやめろっていうのであれば、パチンコ自体を違法化すべきだと思ってる。うん。要はこの国にはギャンブル存在しないはずなのに、なんでギャンブル存在するのっていう。そっちの方が俺は問題だと思う。パチンコ自体をなくすべきだと思う。うん。だって、パチンコはギャンブルじゃないんでしょ？あれゲームセンターなわけでしょ？景品が出るだけなんでしょ？ゲームセンターじゃん。問題ないじゃん。っていう感じ。おめでとうございます！みんなありがとう！ YouTube のチャンネル登録数が、たった今100名超えました！ありがとう！おめでとう！俺。おめでとう、俺。みんなありがとう。100名超えました。あざーす。生活保護は申請してもかなり難しい。うん、難しくないよ。書類出してないだけですね。ありがとうございます。泥棒や強盗が増えそうですね。生活保護なくなったら、増えるでしょうね。治安が悪くなりますね。間違いなく。ありがとうございます。どうしよっかな。いや、チャンネル、ID 変えられるんですよ。名前何にする？100名超えたらですね、YouTube の URL 変えることができるんですよ。どうしようかな。何にしようかな。ちょっと待って、今変えるわ。YouTube100 名以上になると URL を変更することができる。おい、ありがとう、ハッチワード2。YouTube チャンネル登録ありがとうございます。風船ありがとう、ノーさん。ありがとう。つみきちゃんハートありがとう。いやー、いいね。100名でスタジオ使えますよ。もう僕、前1000人のやつアカウント持ってたんで、YouTube は何回か取材に行ってますね、スタジオは。うん。でも何気に、YouTube の収益も結構あるんですよ。2000円あるって。YouTube の収益2000円あるって。ほら。何気にでかくない？みんなが見てくれて、収益が2000円あるんですよ。うん、結構でかいよね。うん。一ヶ月で1万人見てるんだって。一ヶ月で1万人見てるって。結構でかいよね、これは。うん、結構いろんな人が見てくれてる。うん、あ、ありがとうございます。YouTube。うん、どうしようかな、YouTube の URL。何にしようかな、松番、チャンネルの。後で変えておきます。たくみさんが一生懸命動画を編集してくれてるんで、ありがたい。うん。ワードは NPO 法人作って生活保護に入りたい人を助けるのやればいいのに。俺ね、 NPO 法人じゃなくて今作りたいなと思ってるのが A 型作業所作りたいと思ってて、旅から帰ってきたら多分それ立ち上げると思う。A 型作業所自分で作ると思う。ホームレスの人を生活保護を受けさせる NPO 法人じゃなくて、障害者の人が働く会社っていうのを立ち上げてみたい。うん。民間企業で。それはやりたいかなと思ってるかな。NPO だと利益繰り越しができないからさ。見てないんだよ、まだ。宮崎駿でしょ？
ていうか、宮崎駿のあの NHK の番組自体を見たいと思ってるから、URL 探してる感じだね。そうだね、そろそろ寝ようかな。90分の120分だから、あと15分で、ちょうど区切りがいいから、あと15分で終わりにするわ、俺も。メガホンプレゼントありがとうね、まえちゃん。また見に来てね。国から補助金1人200万降りるかな、マックス。うん。マックス200万国から降りるから、障害者雇用で。うん。だから50人ぐらいの障害者を抱えて、なんかその障害者たちで、なんかこう、何かを作り上げる会社っていうのは結構興味あるかもしれない。うん。それはやりたいかな。ネットに強い会社作りたいね。ネットコンテンツ作りたいかな。軽作業とか多すぎるから、今の会社。千葉にあるんですよ。なんだっけな。ネパールで流行ってる、あの、ブランド豚があるんですよ。恋する豚研究所って聞いたことある？みんな。恋する豚研究所。恋する豚研究所っていうサイトがあって、で、ここの、すごい綺麗なサイトでしょ？これなんだけど、これ、あの、インドネシアとかですごい流行ってるブランド豚を成形した、これ。恋する豚研究所って結構有名なんですよ。これ、めちゃめちゃいいハムとか、もう無農薬とかの、その、畜農なんですよ。あの、要は豚を飼ってたりする、ハムを生成したりとか自社でやってるんだけど、これみんな知らない人多いんだけど、この恋する豚研究所って A 型作業所なのね。働いてる人みんな障害者なんだよ。うん。これ、ブランド豚として普通に、あの、ブランド豚で流通してて、めちゃめちゃ売り上げ上がってるんだけど、これ実は A 型作業所なんだよ。知ってた？知らない人多いんだよ。だから A 型作業所でも頑張れば一般企業としてここまでできるんだよ。会社情報を見てみようか。これ千葉県にある会社なんだけど。これ A 型作業所ですよ。知らなかったでしょ？そう。だから、頑張ったら障害者でもここまでできるんだよっていう事例がもう出てるの。すごいよね、これ。うん、だこういうので、なんか障害者で、精神障害とか抱えてる人で、その、なんつうの、IT 系の会社作ったら面白いんじゃないかと思ってる、俺は。普通の民間企業がね、売り上げ上げてるからね、A 型作業所が。オフィシャルサイトをテコ入れしないとな、和道ブログ。和道ブログ最近全然いじってねえや。ちょっとこれテコ入れしますね。
最近サボってるわ俺。だいぶホームページに関しても知識が出てきたんで、かなりいじれると思うんで。じゃあ残り10分で終わりにしたいと思います。今日も、たくさんのリスナーさん、1000名を超えるリスナーさん、ありがとうございます。また昨日みたいな配信やるよやるよねえ、毎日ってわけにいかないけど、盛り上がる配信はどんどん作っていくから。旅はそうだね、トータル2年3年ぐらいを考えてるかな。世界も含めて日本国内だけでも1年ぐらいはやりたいかな。ゆっくりゆっくり、多分国内回るの1年ぐらいかかんじゃないの。うん。だから30代フルで使っちゃうかもしんないしね、その旅の企画だけで。配信は一生続けてこうと思ってるけど、人生経験としてその世界をこれくらい回りましたよっていうのはやりたいから。旅人としての肩書きがちゃんと欲しい感じだね。だから3年は続けないとダメだよね。まあ何かを人にやってるっていうことを伝えるときには、俺は3年はやらないと説得力がないなって考えるから、3年はやりたいかな。3年はやりたいですね。生活保護に関してはもう一回枠取ってもいいかもしんないな。ちゃんと説明するっていう、2時間ぐらいかかると思うけど、生活保護に関する枠やろうか今度。バーガープレゼントありがとう。今日出会って初見さん、もし面白かったらフォローしてってくださいね。よろしくお願いします。ワッチバーガープレゼントありがとう。日本の一等地の場合は53,700円ですね。53,700円が支給額。ただ、足りないから俺の場合は6,300円を、教育費に入れてもらってる。終わらない人宮崎健介。あ、ありがとう。じゃあ今から見るわ。ありがとうね。ちょうどそうしたら朝になるから。いいね。ストレッチしながら見るわ。ありがとう。YouTube で見ます。サイトいじりながらね。ありがとうございます。終わらない人ね。一応登録しようか。サンキュー。あったあった。あった。サンキュー。ブックマークしとこう。フォローありがとうございます。ワンルームだよ。超狭いよ、この部屋。うん。来たことある人は狭さを知ってるね。新しいフォロワーさん、ノーさん、カイッチさん、キティさん、コノハさん。
ルナさん、デコさん、新八丁信者さん、キノさん、アンナさん、クーさん、今日のフォロワーさんです。ありがとうございます。僕は薬があるから3週間くらいしか旅に出れない。そうだね、3週間一緒にくっついていけばいいんじゃないの俺に、うん、それがちょうどいいと思う。3週間ぐらいが。ありがとう、新しいフォロワーさん。ぜひ一緒に旅に出ましょうね。生命保険、保険には入れないね。うん、保険はダメだったと思う。保険確か入れない。俺入ってないし保険いらない。保険とかみんな入ってるの、うん、まあね、あの家族とかがいたり子供とかがいるんだったら入るけど、うん、入ってないかな。のんたんのために生命保険入ろうか受取人のんたんで。のんたんだ、結婚したら入るよ。バイク乗るなら任意保険は必須。うん、まあバイク免許ないかな今な。バイク免許持ってないわ。カイチさんありがとう。またためになる配信よろしくお願いします。うん、ありがとう。いや、ためになるかどうかわかんないけど、僕が知っててなんか皆さんの役に立つ情報があったらシェアしますよ。人生何があるか分かんないからね、本当に。生ポ受けてるとき違う県に引っ越せるの？引っ越せるよ。あの住居を選ぶ権利っていうのがある。引っ越せますね。ただ他県に引っ越す場合は他県の生活保護を受けないといけないから、引き継ぎをやらないといけないんで手続きがかなりめんどくさいです。ただそういう事例はいっぱい聞いてますよ。他県に引っ越すわっていう、手続きは多少めんどくさいっていう、そんな感じ。今の生活全然厳しくないですよ、僕。全然厳しくない。全然、普通。むしろ、全然、貧乏でも、心は豊かでありたいと思ってるんで。苦しさは感じたことないな。県は同じでも市を変えるのもめんどくさい。まあね、それは引っ越したからしょうがないよね。風船プレゼントありがとう、およよさん。ありがとね、風船。住む場所決めてたのに新たに申請するの、あ、まあそれがいいよね。一回抜けて一回新しく入るっていうのが楽だろうけど、でもね、意外と抜けるの大変なんだよ、生活保護って。みんな簡単に抜けられると思ってるけど。それでは皆さんありがとうございました。みんなおやすみ、お疲れ様。また明日見てください。明日っていうか多分今日やると思うんで、お疲れ様。おつおつ。のーさん風船ありがとう。お疲れ様。おつです。おやすみ。おやすみなさい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう